はい、皆さんこんにちは。はい、CB7 班ですね。はい、ですね、2006年です。はい、CB7 班になります。まあ、このバイクでですね、教習所お世話になった方も多いのではないのかなと思います。それと、まあ、ほぼ同じなんですけど、全く同じではないです。はい、という CB です。はい、カラー的にもですね、このホンダの赤白のですね、あのカラーになっております。はい、教習所の話が出たんであれなんですけど、CB っていうのはですね、ホンダの非常にこう、フラッグシップモデルであるというのが言えると思うんですけども、あの400を除いて CB っていうのはですね、空冷なんですね。はい、昨今の1100もそうです。はい、なので、特に7班の方の空冷のこのエンジンなんですけども、実は言うと基本設計がかなり古いんです。はい、どのくらい古いかというとですね、昔7班 K というですね、ホンダの初の4気筒車ということで、世に放たれたですね、1970年代ぐらいの、もうちょっと前、そんなもんか、あのバイクがあるんですけども、それの7班 K というものが、あの K0 からですね、K5、K6、K7 ぐらいまで来てるのかな。で、その K7 とか K8 かそのぐらいの時に、ツインカム化してるんですね。はい、それがそのエンジンですね、を積んだツインカム化っていうのは、ここにカムが2本ある、これですね、このツインカム化してこの形になったエンジンですね、それが出た時に CB7 班 K というモデルが最終モデルになりました。はい、で、それからですね、 CB7 班 K というモデルが、こういった普通のですね、 CB7 班になって、連綿と受け継がれているんですけども、正直エンジンの形とかですね、設計構造等についてはかなり古いです。歴史があるといえばそうなんですけども、はい、なので、当然これキャブですけれども、ホンダとしてはですね、おそらくその技術革新をする上でですね、伝統のエンジンというのであったと思うんですけども、早く新しいことをやりたかったんじゃないのかなというふうに僕はちょっとだけ思います。はい、そういうふうに考えてみるとですね、もうすでにこの CB7 班というですね、オートバイも、もうヒストリックな、古いですね、レトロバイクとしてですね、もう数えられるのだなというふうに考えるとですね、感慨深いです。はい、昔これは教習車だったんだよっていう話をするとですね、多分昨今の若い世代だと響かないかもしれないですね。今 NC ですからね。はい、なので、非常に、おそらく、今後ですね、時間かかると思うんですけども、今後何十年の間にですね、どんどんプレミアがついていくのではないのかな。今すでに少し値段高くはなっているんですけども、そこまで大プレミアがついてるっていう感じではないかなと思います。はい、ね、そんな感じです。はい、この辺の機器は外さずにとりあえず売り出すんですけども、よく言うんですけど、動作についてはですね、おまけ程度に思っておいてください。はい、おまけですので、はい、このあたりのものについては動作についてはほぼ確認してません。はい、あとですね、リアショックもオーリンズが一応このように入ってはいるんですけども、見たところ、このオーリンズのショックもですね、近いうちにね、オーバーホールした方がいいのかなというような感じがします。はい、うちの納車整備では一応機能しているものなので、これを外してオーバーホールに出すっていうことはやってないです。もしやるとしたらその分値段が上乗せになっちゃいます。はい、ご興味ある人はですね、ご相談ください。はい、という感じです。ごめんなさい、今日はねちょっとあんまり時間がなくてですね、パパパッとこう行っちゃいます。はい、ね、こんな感じ。はい、キャブ車ですね。マフラーも綺麗ですね。タイヤもいい感じですね。はい、はい、ね、走行距離が3万キロ、3万774になっております。はい、CB7 班でございます。はい、いかがでございましょう。どうぞよろしくお願いいたします。